では今回新商品の、プニラバをご紹介させていただきます。このプニラバなんですけども、まあ、通常のタイラバと同じような感じで鉛が入ってまして、でそれに、ワームの中に鉛をインサートしたような形の本体と、こちらのタイラバの、スカートのついた3本針で、こういった2部の構成になっております。でこちらを穴が開いてますので、そこに通していただいて、ここから先はもうタイラバと同じようにお好きなノットで結束していただいて、これが完成形になりますね。カラーラインナップは全7色ありまして、このような感じで中の鉛自体にもこうメッキ調の色がついておりまして、これもカラーに合わせた一つずつ違ったカラーになっております。従来のタイラバと違いまして、すごくこう全体のシルエットの一体感があって、すごくこうリアリティのある商品になっております。まあ、すごく釣れるものなので、ぜひ使ってみてください。プニラバの使い方なんですけども、もう海底まで落としてもらって、で海底に行くまでの間もしっかりとサミングして余計な糸が出ないようにしながら落としてあげると、糸吹きが少なくて操作しやすくなります。で着底しましたら、もうすぐに普通のタイラバと同じように一定速で巻き上げていく感じになります。巻き上げはだいたいそこから10メートルから15メートルぐらいまで、船長の指示によってはもっと上だったりするんですけど、基本的にはそれぐらいの距離巻いて誘ってあげます。でまた10メートル15メートル上げたら、今度またそこまで沈めてあげて、またこう巻き上げで誘っていくような繰り返しのアクションになります。基本的な、底取りと巻き上げができれば本当に誰でも簡単にできる釣りなので、まあ、女性だったりとか経験の少ない子供だったりでも十分楽しめる釣りですね。やった。鍋めっちゃ面白い。本命が来ました。ですね、まあ、今回の釣った方法ですね、このプニラバを本当にボトムに落として、でただ10メートルくらいですかね、スローにこう巻いてあげて、で落としてあげて、で次巻いた時に食ってきた感じですね。本命のマダイゲットです。ありがとうございます。来ました。来てるのかかかってるのかわかんないですけど、来たかもしれないです。大丈夫か？ありがとうございます。お、ナイスサイズや。釣れました。やったと落として巻くだけで簡単にクジハタが釣れました。女性でも簡単に釣ることができます。良かったです。また来ると楽しいですね。そこから 2,3 メートルも上げてないぐらいのところで。
着底して巻き上げ始めたぐらいのところでガツガツというあたりで来ました。クニラバの 80g ですね。ダブルです。10回ほど巻いたところで当たりが来ました。タコとは違ってすごいググッと来てるのが分かって、釣れた時すごい楽しかったです。大本命釣れてよかったです。